えー、今回のテーマはですね、えー、と成功と失敗についてお話をします、まあ、成功する成功しない成功哲学とか、ねえー、自己啓発の,あの本の中には成功するためにはどうすればいいかとか,なんかそういう言葉が通常当たり前のように書かれてますけれども我々も口にする時も,もちろん成功とか失敗とか 思わず言うんですけれども、えー、実は友達博士もルー・タイスも成功とか失敗という言葉はあの使わないんですね。でなぜかといったらあの成功も失敗も他人評価でしょとで我々その抽象度ではゴールを設定しないでしょとあの世界から戦争差別飢餓をなくすという抽象の高いゴールをとにかく他人評価関係なしに目指していると。で、えー、そこに向けてですね、えー 本気になっってててて活動しいるとそうう人がどどんん集まきやっぱり抽象の高いゴール本気になって活動してるまあ元祖校長のルータイスと友達博士がそこで出会うきっかけになるのもまさにそういう抽象の高いゴールを共有してるそういう価値観を共有しているからだからこそそういうふうにつながったんだと思うんですね。もちろんそれまで それぞれぞがルーは、まあ、もちろんアメリカを中心に世界中に交通を広める活動をしてたし玉淵博士も1980年代からずっと脳の研究をしてきてですね、えー、世の中から、まあ、戦争差別をなくす飢餓をなくす活動をや日,本日本から世界に向けてやってきてるわけですよね。その二人がですね、まあ、2000年代になってあの出会う まあその意味というのはまさに情報空間でそういう価値観を共有することができたからなんだろうなというふうに考え深く振り返ることができます2012年にルはなくなってしまいましたけどその思いはです、ね、我々受け継ぐことができそれがまだ活動としてです、ね、エネルギーをたっぷりいただくそういう存在でもあるので、えーまあ、このエネルギーは。 本当に、えー、ルーからいただいたものでもあるし、まあ、今も世界中を飛び回って友達博士からもガンガンいただいているということですけどでこの2人が言っているこの成功と失敗についてですよね他人,評価他人評価を気にするから、あのー、まさに、えー、っとう,まくうまくいかない <laughs>、えー、ということでもあるので、まあ、エフィカシーの概念でもそうですよ、ね、自分の能力の自己評価。 ゴールを達成する上での自分の能力の自己評価のことをエフィカシーと言いますけれども他人評価は関係ないんですね自分自身がどんどん上げていけばいいということですで特にですね成功といった時にどういう言葉がこう想起されるかっていったら経済的な成功ですよねからあのお金の,そのお金を稼いだ人の方があの偉いとか年収が高い方が あのより偉いみたいななんかそういう概念が何となく我々の中にこうすり込まれてきてしまってる何となく年収を上げていきたいとか、ね、より年収の高いところに転職するとか、えー、どうせ就活して勤める企業であれば生涯年収が高い方を選んでいくとか何となくそんなの当たり前じゃんっていうぐらいにすり込まれてきてますだから経済的にそういう成功していくことがまさに人生の成功だみたいな。 あのことですり込まれてきてしまっている経済資本主義金融資本主義と言ったらいいかそういったものの,その世界にどっぷり使ってるわけですよね我々でそこからですねあのお金の尺度そのレベルの中小度ではなくもっとより良いより高いところの中小度の視点でですね人生を再設計していこうとそれがまさにコーチングで中小度の高いゴールを設定していく探していくっていうことの 本質的な意味合いいいだととととううここでで、すよねということで。まず成功と失敗という言葉を使わないのであればあのゴールを現状の外側に高い高いゴールを設定してゴールにプラスに働くことを、えー、うまくいくこと,と、ね、マイナスに働くことをうまくいかないことということで成功と失敗という言葉をあえて使わないように、えー、してきてます我々は。 でもあえて分かりやすく、うん、初心者向けに成功失敗と言ってるところは当然あるわけですけれども、えー、中上級者向けにはあのうまくいくうまくいかないという言い方を、えー、しているんですねその講義の中ではそういう言い方をしています非常に言葉をあの選んで、えー、コントロールしているわけですけれどもということでこの音声を聞いてる皆さんはもうかなり学んできていると思うんですけど友、ね、達博士の本も。 えー、たくさん出てるのでぜひどんどん追加つけて読んでいただきたいと思うんですけども、えー、その中でまさにゴールを設定して現状の外側のゴールを設定してそこに向かっていく途中、えー、とうまくいくことゴールに近づくことその時は、えー、とうまくいったっ、ね、自分らしいというかセルフトークの話ですけどね。 でうまくいかなかった場合うまくいかない壁にぶつかっちゃったなでも次はうまくやっていくぞとそんな壁を乗れていくぞということで果敢、えー、にチャレンジしていくということで言葉をもうあの非常にこう,うん意識に上げてコントロールしていくっていうことでもあると思うので是非成功と失敗という言葉を今後もう使わないようにしてみましょうというのが今日の、えーまあ、ワークというかですね今後ずっとやり続けていただきたいところですね。ねそそこそのくらいまで 日頃使う言葉をですね。あのー、コントロールしてみて。いただければいいんじゃないかなと思います。 でことうまくいくうまくいかないですね成功とか失敗とかって言わずにうまくいくうまくいかないっていうことで言うと、えー、ゴールのことを常に意識することにもなる想起することにもなるので是非、えー、ゴールに向かって、えー、っとどのようにはあの現状どういう状況になっているのかっていうことをうまくいくうまくいかないという言い方で是非表現してみてください。でもう一つですねうん、まあ、このお金を手に入れ でえー、っと成成功功していくっていくとう経済的な成功がですねその後にですね大きく挫折をしていく人ってあのいっぱい見てきてるわけですよね我々はあのニュースでも当然見ますけれどもね、えー、それはなぜかっていったらお金稼ぎがゴールになっちゃってるからっていうね悲しいことですよね。 もっと中小の高いゴールを途中で切り替えていけばあのそんなことはないんだと思うんですけれどもお金稼ぎをゴールにするとですねそのお金を稼いでも例えば年収何億円になりましたって言ってもそのさらに10倍100倍はいっぱいいるわけでそこからすると全然10倍できてないなっていう引きしが上がらずにもっと目指すわけですね上をでそ,そこに到達するとさらに上がいるさらに上がいるっていうことで 世界一の,その億万長者である例えばビル・ゲイツとかそのクラスにならないと自分はお金持ちじゃないな、ね、足りない足りないっていう状況にもなりかねないし途中であの、まあ、この辺でいいかなと思った瞬間にまさにゴールを達成した瞬間にエネルギーなくなるんで、えー、と瞑想しちゃうわけですよ、ね、からやっぱりその抽象の高いお金を稼ぐとかね経済的な あの成功とか、まあ、成功ではないですけどね言葉としては経済的にもあの自分が豊かになっていくとねあの年収を上げていくっていうことのレベルのゴールは設定せずにその上のどんなことをやってる自分があの、えー、自分としてはあの楽しいのかで現状の外側でどういう活動をしてるのか。 あの現状のコンフォートゾーンではまだできてないけれどもゴールを達成した時にはこんなことやるぞあんなことやるぞという、えー、と自分自身のこのゴールを達成した時のイメージですよね。 でそこから想起する今どういう状況にあるべきか3年後5年後どういうゴールを達成しているこういうゴールを達成しているのであれば今どういう状況にあるべきかおしい、えー、全然そこには到達してないということでエネルギー出てくるわけですねその現状のに対する不満が出てくるわけですからそういうような働きかけを自分自身にしていくっていうことですね。ままさににお金をを手に入れててて、えー、その後人人生がっっっっきり変わってしし友達を失たた家族も崩壊したって人は 自分自身も過去何人も、あのー、見てきていますてえー、っとあゴールをちゃんともうちょっと抽象高いゴール設定するといいななんて思,う思いながらも本人が気づかずに、えー、そういう状況になっていくのを何となく。 かから見るしかないっていうね、直接アドバイスするわけにもいかない立場の方だったりするんで、えー、そういうことを見ますだからお金の煩悩はですねより大きな煩悩に絡め取られるっていう話ですね博士の言ってるようにそうではない人生を最初から設計していくっていうことでのゴール設定をもう一度考えてみましょうとでワークとしてはですねそうですねこれはあのまあゴールをもう一回見直しましょうっていうことでもあるけれどもその やっぱりお金,年収お金がないと何にもなんないっていうねあの何もできないっていうところの,あの、えー、と現状の苦しみ課題を持っている方でも、えー、ぜひそのお金を稼ぐことをゴールではなくてですねお金を年収がこのくらいになった時にこういうことをやる逆に言うとこういうことをやるためには例えば世界中を飛び回ってこういう活動をするためには年収がこのくらいなきゃ おかかしいいいよねととううう後付けの,あの年収とかそういう捉え方をぜひしてみてみください、えー、とどうしてもファイナンスとかですねあの仕事とかなんかその辺の設定をする時に年収いくらとかってやりがちなんですけどね社長になるぞとかで、ね、社長になるとか役職はゴール設定としてはふさしくないですからね、えー、と年収もゴール設定としてはふさしくないっていうのはまさにその通り。 ンフォートゾーンの一つのつ要素ででしかないってことですよねだから活動にフォーカス自分はそのゴールを達成した時に何をやってるのはどういう状況なのかっていうねどういう活動をしてるのかっていうところを徹底的に吟味して、えー、今後は成功と失敗という言葉を使わずに、えー、ゴールにプラスに働くのでは働く場合はえっとうまくいくという言葉を使う。で壁にぶつかってなかなかこう次の一手がぶつからないという。 苦しい状況、一見苦しい状況であればうまくいかない状況に今陥っているという言い方をぜひしてみてください当然ゴールは確実に達成していくと決めてる、ね、確信とのは高い状態を自分の中で維持しているのであれば当然そうだと思うんですけれども、えーっとまあ、うまくいかないことも当然あるけれども最終的にはゴールを達成するよねという高いエフィカシーを維持するのは言うまでもないということですね。 えー、ということで今日は、えー、成功と失敗という話をしてみました。えー、ワクワク様でした。